はい、こんにちは。ゴッドファザーザ、えー。ということでですねあの、動画の方ありがとうございます、えー。アドバイスですね、貴重なアドバイスがあの、いろんなところに散りばめられた今回の動画だったと思います。ありがとうございます。で、あの僕の名前の方なんですけれども、えー、こちらもアドバイスいただきましてありがとうございます。えー、でですね、僕の方もいろいろちょっと考えていったところではあるんですけれども、まあ、ドクターストーンとかドクター K とかですね、 えー、ストーン系とかですねそんな感じのずらずら書いてはいたんですけどもやっぱストーンっていうところがちょっと僕もあのいいなと思ってましてでその中で先生の方もですね「まあ、ストーンオーシャン」っていうことでですねおっしゃっていただいてたんでこれがいいかなと思いまして単純にあのストーンっていう感じにしてですね、まあ、編集長の「ストーンです」っていう感じで、えー、自己紹介もできるかなと思いまして、まあ、この「ストーン」っていうのが。 とい,い,いうふうに今思っているところでございます。はい、でえっ、ー、とですねあと、えー、前回のお話で、えー、できることと知ってることとできることは違いますという中で、えー、そのお話でですね先生ので4つに分解していただいて、えー、知る、かる、できる、わかででききたっていうことですよねでこれですね非常にあのよく考えてみると、まあ、その通りだなと。物事はこの 4つの順番でで進んいいってるなっていう,ふうに感じました。はい、で日常生活でですねあの、まあ、できると思っていることでもですねこう4つの段階の中でどこかなっていうとやっぱりあのいろいろ考えなきゃいけないところが出てくるんで、えー、すごくいいこの何て言うか基準というか、えー、考える元になる部分というかねあのどこに今自分がどのフェーズにいるのかなっていうのがよくわかる。 考え方ができるのかなっていいう,うに思いました、はい、でこれ株なんかでもですねえっ、ー、と新しい技はなんか知ってるけどできるのかなとかですね、えー、できてるのかなとかまあ分かってんのかなとかですね、えー、そのこの段階がよく自分で考えられるようになるんで非常にいいなというふうに思いましたどうもありがとうございますはいあとですねえっ、ー、と 週『週刊中年ジャンプ』のこの編集、編集じゃなくて、雑誌としてのこの形をとっている中でですね、まあ、特集がないということで、えー、特集というかまあ流行、流行、流行のですね、えー、まあニュースとかですね、みんながこう、知りたいっていう、今知りたいみたいな感じのものがですね、ないということで、まあ、その通りですね、と思いまして、えー、昨日ですね、昨日の夜、ヤフーニュースでですね、まあ、事件のニュースなんですけども、 京王線の,あの通り間、えー、車内でね火つけたり人刺したりとかですねそういった事件のものをちょっと取り上げてですね、えーまあ、ヤフーニュースなんでコメントがあるんですけどもコメントに対してまあコメントするみたいな感じを取ってみてですねやったところもう本当に1時間ぐらいで100回とか回っちゃってですね、まあ、僕の中ではすごいあのそんなに回るのないんで、えー、やっぱこういうのをどんどん取り,取り入れてい,いかなきゃいけないなっていう風に まあ改めて感じたところでありますでその中でですねやっぱり自分の考えとか、えー、その自分の視点というのをですねはっきり出していくっていうのもやっぱり大切だなっていうふうに思いましたはい、まあ、そんなことですねそういうのもどんどん続けていこうかないきたいなと思ってい,いく所存でございますはい <laughs> えーいきたいと思いますあとモチベーションについてはですねえー、と、まあ、前回前々回ぐらいからですねあのお話ししていただいて えー、まあ常にですねそういう気持ちを持ってですね、えー、頼ることなく、まあ、本当にさっきのできたっていう状態ですよねこれに持っていくようにですね努力していいいいきたいなと思いますはい、で今回あの先生の動画も17分ぐらいであのかなり長めの動画を作っていただいて、えーまあ、ちょっと僕がねもたもたしてたんであのもうで全部詰め込んで送ってやれっていう感じだったんだと思うんですけれども、えーまあ、ちょっとねあの 今日の動画でもありましたけどね、あの考えるのが長いっていうか、まあ、考えてばっかりだとまあダメなんだよっていうことなんですが、あんまり考えないのもダメかなと思うんですけど、まあ、その考える時間をですね、まあ、本当にもうすぐ、あのー、できるようにですね、えー、考えてる時間をこう短くしていきたいなと思います。はい。えー、先生、あれですね、最近あの、あのその政治の話だとこうすごくこう、 力が入っておえー、まああの出馬するしたいっていうまああのご希望があるような感じもあの見られ見,見受けられますので<笑><笑>あの出られる際はですね全力で応援しますんでえあの力ないですけども、えー、全力でいきたいと思いますんでよろしくお願いしますはいどうもありがとうございましたゴッドファーザー失礼します